雨を降らせてください。お願いしました。おいしっかりしろ。大仏を建立した聖武天皇と光明皇后がお亡くなりになった後も、世の中は日照りが続いたり天候が不順であったりして、米の取れない年がたびたびありました。道教の野心、貴族と僧侶の争い。仏様、オラたちは一体どうしたらいいのだか。どうか助けてください。おい、どうした？しっかりしろ。ダメだ、もう死んでる。かわいそうに。なんだ、こんなところで死ぬなんて。外へ放り出せ。待ちなさい。道教様だ。道教様、御仏を頼ってきたのに外へ放り出すとは何事か。はい。道教様はありがたいお坊様じゃ。本当にね。今度内道場の看病禅師になられたそうだ。それはどういう役目なんだい。つまり帝様やお妃様が丈夫でいられるようにお祈りするわけじゃ。大したもんじゃのう。兄上、夢のようですね。宮廷の内道場で帝のご健康を祈願する僧侶になれたなんて。私は桂木山で密教の修行をしてきたのだが、それは厳しい修行であった。道教禅師。何でしょう。後見上皇様が急に熱を出されまして病の床につかれました。それは大変なことでございます。すぐに洞の宮へ行ってお祈りしていただきたい。はい、承知いたしました。この頃、後見天皇は位を順仁天皇に譲って上皇となり、大津の洞の宮で静養していたのです。上皇様、道教禅師が参りました。よく来てくれました。この道教、命に代えて上皇様のためにお祈りいたします。頼みますよ。かのほじあみこの薬を毎日朝昼晩とお飲みいただくように。はい。今日はお顔の色も大変よろしゅうございます。
もう回復は間近でございましょう。そうであろうか。ご覧くださいませ。今までと違って以前のお美しさを取り戻されております。そなたはお世辞の方も上手ですね。とんでもございません。私は本当のことを申し上げているのです。何、上皇の病が治ったとな。また帝の祭りごとに口を出すようになりますな。上皇には困ったものだ。こんなに元気になったのもそなたのおかげじゃ。なんと礼を言ってよいか。そのお気持ちだけで十分でございます。これからも私の力になってください。はい、喜んで。これはこれは、上皇様、病気が全快なされたとのこと、お喜び申し上げます。おう、仲間ろか。私の病が治ってさぞがっかりしたであろう。ご冗談を。まあよい、私はこれからはここにおる湯気の道教に相談相手になってもらいます。そのつもりで。この男に。そうじゃ、道教にございます。よろしく。光明皇后の甥である藤原の仲間呂は太政大臣という高い位について政治の権力を握り、順仁天皇から恵美の推し活という貴族最高の名前をもらうほどでした。という次第にございます。道教はどこの出身なのじゃ。河内の豪族、湯気氏の一族で、若い頃より仏門に入ったものでございます。そのような僧一人を問題にすることはないだろう。いいえ、とんでもございません。上皇は道教を信頼して何事も相談しているようです。道教がのさばるようになったら大変です。今のうちに上皇にご忠告くださいますようお願いいたします。わかった、やってみよう。バカなことを言わないでください。道教は私の命を救ってくれた人ですよ。それを悪者みたいに言うのはやめなさい。私は帝から理由のない非難を受けました。道教は貴族の出ではなくても立派な僧侶です。私を陥れようとする帝に政を任せておくことはできません。今日から国の大きな問題とあなたたち役人の懲罰は私が自分で行うことにします。兄上、上皇が自分で政を行うと宣言したそうです。そうか。おお、道教様だ。おお、道教様。大した出世だね。後見上皇様のお気に入りで大変な勢いだそうじゃ。道教のやつめ。太政大臣様、道教が小僧図に任命されました。ん、小僧図だと。はい、小僧図といえば日本中の僧侶を取り締まるくらい。上皇はどこまで道教を突き上がらせれば気が済むのだ。くそったりが。兵を集めろ。道教を捕らえて上皇様にも祭りごとから手を引いてもらうのだ。なんと太政大臣が。どうしました、道教。上皇様の身に何か良くないことが現れております。良くないことが。戦いのお姿です。申し上げます。たった今太政大臣が兵を集めているという知らせを受けました。
そなたが気づいたのはこのことですね。しかし太政大臣ともあろうお方が上皇様に対して兵を向けるとは。いいえ、中丸ではやりかねません。吉備の真吉備、はい。兵を整えて太政大臣を討つのじゃ。承知しました、お任せください。兵はどうした、もっと集まらんのか。それが大将大臣様、上皇はすでに兵を動かし始めたようです。先手を打たれたか、仕方がない、すぐに都を出るぞ。下手の橋が焼かれたぞ。早くも手が回ったか。よし、湖の西から越前へ入るぞ。ああ大将大臣様、上皇の軍勢です。南の方からも上皇軍が。の中丸の軍は上皇軍と琵琶湖の西岸三尾の崎付近で戦いましたが、この反乱はたった8日間で終わりました。中丸は捕らえられ処刑されてしまったのです。後見上皇は順仁天皇を中丸の味方をしたという理由で淡路島に流してしまいました。そして自分が再び天皇の位についたのです。これが聖徳天皇です。おい、聞いたか、大臣前寺の道教様が法王になられたそうじゃ。そいつはすげえ。ところで法王ってなんだ。いや、仏教の世界で一番偉い人のことじゃよ。へえ、それじゃあ道教様は帝の次に偉い人になったというわけか。そういうわけじゃ。ことによると帝の位を狙っているのかもしれんぞ。しかし衰えたりとはいえ、藤原の一族とは道教様もうまくいっとらんということじゃからの。誰でもいい、俺たちの暮らしが楽になるんなら誰が帝になったって構うもんか。バカバカ、そんなこと言って上役の耳に入ったらどうなる。鞭打ちの刑ぐらいでは済まんぞ。怖この度は私に法皇の位をお授けいただき誠にありがとうございます。これからもよろしく頼みますよ。はい、命がけでお仕えするつもりでございます。道教の勢力はますます強くなり、一族や弟子たちも次々と高い位につきました。そして3年後のこと、九州の宇佐八幡宮からお告げを持ってまいりました菅野麻生丸にございます。お告げを。宇佐八幡宮のお告げを申し上げます。道教を帝の位につけたなら世の中は平穏に収まるとのお告げにございます。何、道教を帝に。今まで臣下を帝の位につけることなど一度も例のないこと。どうしたらよいものか。できることなら帝の位につけてやりたい。私の代わりを宇佐八幡宮に使わして。私は女の身、長い旅はできません。弟の和家の清丸を使わしてはいかがでしょう。
はてさて、気の重い役目を仰せつかったものだ。良い知らせを待っているぞ。私が帝の位につけば、そなたの出世も思いのままじゃ。道教が帝などとはとんでもないことだ。誰か帝を喜ばせようと企んだこと、すべてはそなたの返事次第じゃぞ。もし私に逆らったらどうなるか、言わなくとも分かっておろうな。分かっておろうな、清なろう。国の安泰を願うとき、道教に帝の位を。帝の位を。ご苦労であった。神のお告げは？はい、申し上げます。我が国では神家が帝になったことは一度もない。次の帝には必ず皇族を立てよ。道に外れた者は早く追い払えと。まさかこんなお告げがあろうと。これは正しいお告げでございます。もうよい、下がりなさい。己清丸め、私に逆らうとどうなるか言っておいたはずだ。そなたたち兄弟に流罪の刑を申し渡す。その翌年、聖徳天皇は病の床につきました。私も今度ばかりはダメでしょうね。いえ、私の祈りできっと。そなたを帝の位につけてあげたかった。それだけが心残りです。私の夢も消えたか。兄上。兄上、藤原殿の動きが慌ただしいようですが。そうであろうな。兵を集めましょう。奴らの先手を取って。よせ。もうよい。帝あっての我々だったのだ。何でも帝がお隠れになったそうじゃの。やれやれ、またお墓作りに駆り出されるのか。道教様はどうなされた？それが、お、あそこに行くのは。聖徳天皇に代わって藤原一族が推した後任天皇が即位しました。そして道教は下野の国、今の栃木県の薬師寺というお寺に追放されたのです。おお、道教様。もしも道教様が帝になってたら、世の中少しは変わったかの。いや、今まで通りだろうよ。俺たち百姓はいつまでたっても救われねえな。そうよ、仏様拝んだって別にいいことなんかなんもなかったしな。でも拝めば少しは気が休まるからな。まあそれだけだな。そうだな。だ、仕事すべ。だ。
こうした農民たちの苦しい生活をよそに、朝廷では道教を追い出した藤原氏の一族が政治の中心に返り咲きました。この頃はどうしてこんなに権力者の争いが繰り返されたのかしら。人間は誰でも権力を握りたいという野心を持っているのだけど、この8世紀の中頃は世の中が少しずつ変化して、それが政治にも影響を与えたと言えるんじゃないかしら。それはどういうことなの？743年に墾田永年私財法、つまり自分が耕した土地は自分のものになるという法律ができて、貴族やお寺、神社が個人の田を持てるようになったのよ。これが荘園の始まりなんだけど、この荘園をたくさん持った者が力を持つようになったのよ。この頃、中国では安禄山が反乱を起こし、燕という国を建てました。一時は長安を落としましたが、やがて子供の安慶長に殺されてしまいました。一方、ヨーロッパの大半を支配していたフランク王国のカール大帝がピレネー山脈のあたりまで征服したのがちょうどこの頃のことです。